こんにちは。今日の講義は書籍アイデアの作り方です。この書籍は1940年から世界中の人々を魅了し続ける不変の法則を探求した不朽の名著です。序文においてヤング氏は広告言論よりもさらに貴重なものを私たちに教えてくれると述べられています。それは個々のコミュニケーションにおいて魂ともいえるアイデアの重要性です。生化学者は人間の肉体を組み合わせることができますが、その肉体に生命の火をスパークさせることはできません。ヤング氏が語るのは創造のスパーク、つまりアイデアなのです。広告においてアイデアこそが精神と生命を吹き込むものであり、広告制作者がその手腕を発揮する上で最も重要な要素です。ヤング氏は創造の過程における心の営みを記述する際に、偉大な思索家たちの伝統に連なる存在です。バートランド・ラッセルやアルバート・アインシュタインのような科学の巨人たちも彼と同じ趣旨のことを説いており、それはヤング氏の偉大さの証拠とも言えます。知識は創造的思考の基礎でありますが、それだけでは不十分です。知識はよく消化されて新鮮な組み合わせと関連性を持って心に浮かび上がらなければなりません。アインシュタインはこれを直感と呼び、新しい洞察に到達する唯一の道と述べています。しかし手に入れたアイデアが価値あるものかどうかは保証の限りではありません。アイデアの良し悪しはあなたが持つ全ての資質と能力によって形成されます。ただしヤング氏が提唱する手法に従ってアイデアを創造することで、自分の能力と素質を最大限に生かすことができるでしょう。その確信に触れることができるのもヤング氏のおかげです。広告活動に携わった結果、ヤング氏は的確でドラマチックなアイデアの作成がコミュニケーションの成功の鍵であることを体得しました。そして彼はその理解を私たちに伝えるだけでなく、その目標に向かって行く道筋も教示してくれています。この書籍はアイデアの力とその創造過程についての深い洞察を提供しています。その言葉は私たちが日常的なコミュニケーションや仕事においても応用できるものであり、私たちの人生を豊かにする貴重な指南書となるでしょう。またこの書籍は私たちが日常的なコミュニケーションや仕事においても応用できるものであり、私たちの人生を豊かにする貴重な指南書となるでしょう。その予想される影響は、私たちが創造的なアイデアを生み出し、それらを実践に移す能力を向上させることでしょう。この書籍が提供する知識や洞察は、広告やマーケティングだけでなく、ビジネス、教育、芸術、科学など、様々な分野に適用できます。さらに、この書籍が示唆するように、アイデアの創造には直感や創造性が必要です。このことは、私たちが日々の問題に対処し、新しい解決策を見つける際にも役立ちます。また、この書籍が指摘するように、知識だけではなく、その知識を組み合わせて新しいアイデアを生み出す能力が重要であることを理解することは、知的成長にとっても重要です。この書籍はまた、創造的な思考やアイデアの重要性に関する議論にもつながります。現代社会では、競争が激しくなり、革新的なアイデアが成功を決定づけることがより一層重要になっています。そのため、この書籍が提供する知識や洞察は、個人や組織が競争力を維持し、成長するために必要不可欠です。さらに、この書籍は教育や指導にも影響を与えるでしょう。教育の世界では、創造性や問題解決能力がますます重要視されています。この書籍が提供するアイデアや方法論は、教育者や指導者が学生や部下の創造的な思考を促進し、成長させるための貴重なツールとなることでしょう。総じて、アイデアの作り方は、私たちが日常生活や仕事において創造的な問題解決を行うための貴重な指南書となるでしょう。その内容は、様々な分野や状況に適用可能であり、私たちの能力や視野を拡大し、より豊かな人生を築くためのヒントを提供してくれることでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの体と心が健康であることは、豊かな人生を送るための基盤であり、創造的な活動や挑戦に取り組むためのエネルギー源となるからです。そのため、健康的な生活習慣を築き、美容と健康を管理することは、読書や学習と同様に重要です。
健康管理や美容に特化したサービスとしてナイザップが提供するナイザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントを提供しています。このプライベートジムでは個々のニーズに合わせたトレーニングプログラムを作成し、1日50分、週に2回の無理のないトレーニングを実施します。さらに、30日間の無条件全額返金保証も提供され、安心してトレーニングに取り組むことができます。完全個室のプライベートな空間で行われるトレーニングは、これまでにダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。また、女性専用のプログラムとして、ライザップウーマンが提供されています。このプログラムは、洗練されたプロポーションに導くためのトレーニングメニューやお食事管理、美容マシンを完備しており、女性の美容と健康をサポートします。特に、低糖質だけではない食事管理や、筋肉へのアプローチだけでなく、脂肪燃焼や美肌効果も考慮したトレーニングが特徴です。これらのサービスは、ダイエットだけでなく健康管理にも特化したニーズに応えるものであり、個々の目標や状況に合わせたトレーニングや食事管理を提供しています。そのため多くの人々がライザップを頼りに健康的な生活を送り、自分の理想のボディラインや健康状態を実現しています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。